さあこちら、いきなりですけどね、佃ホビーの、シミュレーションゲームやな、ウォーゲームというかシミュレーションゲームの、ジャブローでございます。これ、はい、ね、ザ・ゲーム・オブ・グラウンド・ファイト、ファイティングやな、イン・ガンダムと書いてありまして、これ実はね、佃ホビーのウォーゲームではね、これが実はシリーズ1番なんですよ。これシリーズ1番やね。で、ここ横に難易度が書いてあったりすんねんけどね。これ実はね、難易度が5ぐらいで、まあまあ高いね、難易度が。これ。開けてみましょう。これちょっとね、あれこんなんいつ買ったんやろ、結構買ってんねんけどね、これ。こんな感じです、中身は。まずこれが、戦闘の結果表やな。データ一覧。これ。ね。平地、森の中、部分遮蔽やな。これ。で、BR って何なんか、ビームライフルです。CBR って何なん、ホンダのオートバイです。違う。みたいなね、こんなんがそうやねん。な、判定表があって。はい。で、次。これが、まあ、ゲームの概略やな。第2版って書いてあるの。これ。すっごいよ、これ。で、ここ。ユニット、パイロット、モビルスーツ別で、アムロ、白兵戦地14、指揮10、命中修正値6、回避値マイナス6、戦闘修正値4って書いてあってね、これがね、実は、なんやろ、アムロとか、メンバー、主要メンバーはね、時期によって、戦闘のあれが違うのよ、能力が。これね、ビームサーベル、白兵戦、兵器値、故障指数とか書いてあって。懐かしいな。この頃って言ったら、ちょうどファミコンが出たか出てないかぐらいの、ギリギリぐらいの時やったもんな。で、これはまあいいとしてなんですけどね。僕ね、ちょっとこれ、で大阪に置いてあって、んで、あれと思ってね、と気になったのが、このユニットやねんな。これ、コマのことをユニットって言うねんけどね。ここ、とここ、とここ。このね、三つのところがね、すっごい気になるね、これね。ちょっと、なんか置いてしようか。っていうのがね、ここが、これがね、一番最重要ユニットやねん、これが。ガンダムのね、ウォーゲームの中でも。これ。他はね、多分予備があんねんけど、ここはね、ないと思うねん、多分予備が。これ。ないでしょ、これ。懐かしいの、これな。これ、BM って何なんて。ボップミサイルやん、ガンタンクの。ね、これ見て。これ、ガンダムハンマー。ね。で、ガンダムハンマーの次が、見て、ほら、ハイパーハンマー、ね、攻撃力が6なんが、ハイパーハンマーになったらプラス2やねんな、ハンマーが、これ。で、これが、これ1枚しか入ってないねん。これ、ビームライフル。これね、ガンダムのビームライフル1個しかないねん。な、戦闘力13とかって書いてあって。で、これがガンダムシールド。あとこれやねんな。これが、これがガンダム。GD って書いてあるでしょ。ゴッドとかじゃないからね。ガンダム。で、これがガンキャノン。GC。な。で、あと、
これなんでやろうなと思ったんがね、これガンタンクボップミサイルとセットやったから、これかぶせなあかんやつやな。あとこれやな、ガンキャノンの、ビームライフルね。これガンキャノンのビームライフルで、ちょっと笑ったのがこれ RZK、 実はこれシャア専用ザクなんやな。これ赤な、戦闘力が見てガンダムと比べて12が10マイナス1で13.3で、下のとこが修正値やねんな、これ多分。で、これが、見て、ほら。これが、赤ズゴックやん。シャア専用ズゴック。すごいよな、ガンダム12しかないとこが21やん。な。これ、ガンダムの数値をほぼ上回ってんのよな。すっごいやん、と思って。んで、次がこれ。ゾック。ゾック。これ。ジャブローやからね。で、これが、ホワイトベース。これがね、2コマ分使ってんのに。1個しかないね、これ。んで、中でもちょっとだけ笑ったんが、これ。これ、FF って書いてるやん。なんなんてこれ。ファンファンやねんな。あの、ジャブローで、ウッディタイが乗ってた、ファンファン。昨日ちょっとこっち持って帰ってきてね、ちょっと見て、めちゃめちゃガン見してしまいました、これ。これ。当時はね、ちょっと辛い。あの、ガンダム系のね、シミュレーションゲームはね、結構辛いねん、これ。当時。あの、覚えてんねん、僕らも。あの、友達が、こんなん好きで、僕も買ったことあんねんけど、あの、ガンダムやな。ガンダム一機で、ガンダム一機で、ジオングやったかな。ニュータイプかなんかやつやったら、ガンダムに始まったら、ゲームが始まったら、全員で攻撃してガンダムを潰せへんかったら、もうあっという間に全員やられて終わりみたいな。ガンダムに。そうやねんけど、これ。次、これ。セイラさん。ね、すごいよ。ジョブって書いてるが、ジョブ・ジョンなんやろな。で、これが、リュウ。ハヤト。で、あと、どこやったっけ。あ、これ、ここ、ここ、こっち。待ってや。アムロとかはね、数字がね、まあ、一番最初、真ん中、後ろって言って、ちょっとずつ違うの、これ。これは竜。多分竜の最初なんやろな、これ。竜が2種類あって。で、これが、特筆すべき点はアムロ。ね。で、これが、最強のアムロちゃうかな。数値が全然違うねんな。マイナス5って何なんとかって思うねんけど、おそらく初めてガンダム乗った時のやつはこれなんやろな。修正値が。で、ほら。で、これが、途中やな。ほら。4枚あんねん、アムロ。これが最初。体験突入ぐらいの時がこの辺ちゃうの。で、この辺が、あれかな。ジャブローの辺で。で、これが最後の方かもな。ハヤト。2つ目。これもだから最初やのな。回始点。回始点2枚あんねん。これ最初、最後なんやろな。まあ、カイとハヤと比べたら、カイ試練の方がちょっと能力値は高いみたいな。カイ試練の方が能力値は高いみたいな。って言って、昨日ちょっとこれずっと見ててんやんか。で、こいつアムロだけ置いといて、あと、ジオン軍の方やな。もうジオン軍の方がね、ちょっとね、っていうやつが、結構あったんですよ。まずは、これ。ウッディ対、ウッディ対こっちやんかな。ウッディ対。で、アコース。すごいで、これ、ほら。え？
ドアンまでおんで、ほら、ドアン、クルス・ドアンがこんなとこにおんで。で、これがランバ・ラル。下げるわな。ランバ・ラル、カーレン、数値が。で、これがシャア。シャアもね、数値がカーレン、ずっと。カーレン。だから、ニュータイプになったアムロとシャア言うたら、ほぼ、カーレン。ランバ・ラル。な。ええやん。すごいで、ジッタル。ジッタルって何やったっけ、ズゴックに乗ってる人やったかな、うん、これは覚えてんで。ボラスキニフ。ゾックに乗ってた人やな。ボラスキニフ。あとこれが、あ、ヒッチ。誰やねん、それ。スレンダー。デニム。この辺ちょっとすごいよな。アコースとか、この辺。ザク軍団やん。ほら。で、あと、ちょっと待って、まだあんねん。もちろん、有名どころの人はね、後半戦じゃなかったらあるで。これが、ジーン。ジーンとデニム。マッシュ。あ、来た。黒い3年生や。マッシュ。これは？あ、クラウレハモンや。ホアン、誰やねんそれ。ガイア、マッシュと来たらオルデガちゃうの。コズン、コズンはこっちはランバラルの方やろな。タチはハモンさんとこ言うてあげよう。これオルデガ、ガイア、マッシュ、オルデガ、黒い3連星があんねん、ここにな。こんなな、ウォーゲームみたいなやつ、なんかこう、何、パズルもしたいんやけど、たまにしたいなーとか思うときあんねんけど、猫がおるからな、ここ。置いといたら次の日必ずむちゃむちゃになってるもんな、これ。あっ、危ない、もう。これ、セイラさん。セイラさん、能力値が低いよな、意外と。な、これ、ガンダムの能力値が高すぎんのかもな。この、基本性能に、武器。な、ガンダムとビームライフルの組み合わせとかな、これね、よかったらちょっと興味あるんですよっていう人あったら、ちょっと誰にでもっていうわけにいけへんねんけど、貸してほしいねんっていう人がいてたら、一応、うん、もうないもんな。僕がね、こんなんで覚えてんのに言ったら、宝が、やってた、何やったっけ、宝、ほんまマルゼンやねんけどな、マルゼンっていう会社が、宝のプラモデルとかやってた、雑誌や、12号まであった、あれの、宝の、模型情報のでかい版のやつに、後ろにいつも、ウォーゲームがついてんねんな、こんなやつが。で、ウォーゲームでもダグラムで、あとガリアンとか、あとボトムズなんかもあったはずやねん。で、つくだホビーのこれはね、だいたい4000円ぐらいすんねんけど、4000円ぐらいのもんやねんけど、結構ね、出てたんや。うん。スターウォーズとかもあった、覚えてるもん。スターウォーズな。スターウォーズはデススター、一番最初のやつやな、エピソード4で、エンドアやな、うん、エンドア、ここ実はここにあんねやんか。で、あと帝国の逆襲のやつやな、ホスやったっけ、うん、とかもね、あったりとかで。で、あとマクロスやな。マクロスは、結構ね、マクロスのゲーム面白かったで、うん、あとザブングル。ザブングルは初期のやつは子供向け、後半戦のやつはウォーカーギャリアとか出るようになってからのやつはちゃんとしたゲームとしてなってんねんな。けど、ザブングルのウォーゲームもちょっとやっぱりウォーカーギャリアの数値が高いっていうの、ウォーカーギャリアの数値が高すぎてとか、
で、あと、マクロスとかでもですね、リガードとか、バルキリーなんかのね、数値があって、で、パイロットの、数値補正が、やっぱりロイ・ホッカーとかが、結構高いな、っていうみたいな、これ、ウォーゲーム。下も見せたろか。こんなやで。地図。これね、地図。懐かしいやろ。ちょうどね、ホビージャパン、初期のホビージャパンぐらいがね、ガンダムブームの前にこんなウォーゲームかなんかをやってて、で、外国の、こういうウォーゲームやな、外国製のウォーゲームなんかの日本語解説書を作っとったんが、このホビージャパンやね。ホビージャパン。うん。で、その後、ホビージャパンも、いろんなゲームとか出しててんけど、結局、ガンダムが出たぐらいから、いつの間にか、模型の雑誌になってしまって、ホビージャパンが。うん。ホビージャパン自身がね、出してたね、ゲーム自体も、僕多分ね、実家にあると思うね。どっか、実家の押し入れかどっかにしまってたんだけど、結構、うん、面白いで。で、多種多様なっていうの。ちょっと待って、違うだけだろ。これは、ジャブロー。で、あと、ニュータイプ。で、あと、あれ、ア・バウア・クーやったかな。やつもあるね。もう、恐ろしいほどのユニットがあんねんか。ア・バウア・クーなってきたら。これ、わかりやすいやつやん。後ろがね、スター・ウォーズのやつやねんけどね。その当時売ってた、ゲームの広告が載ってんねん、これ。つくだホビーな。タイガー1。で、パンサー。ね。あと、こっちが、これが、あれや、うん。まだ初期の頃やけどな。売ってたやつ。これが、ドッグファイトっていうやつで、マクロスの空中戦やんねんけど、高さの、過程があんねん、これな。宇宙やから、こういうボードゲームになれへんねんが、高さがあるから、すごく分かりにくいんや、これな。で、これがシティファイト。これは分かりやすい。街中やから。うん。スタートレックはあんま興味ないな。マーフィーパイレーツ、クラッシャー城やな。で、ウォーカーギャリア、さっき言ってたやつね。これは分かりやすいで。帝国の逆襲。スタートレック。で、こっちがね、子供向けのカードゲームみたいなやつやねん。ザブングル。で、これがブルーゲイル。で、これがホワイトベース。これが難しいねん、これ。追加ルールの改訂版とかやつで、新しいユニットがついたりするんだよ。で、これが最初ね。ジャブロー。激戦ア・バウア・クー。これもそうやねん。だからガンダムが、異常にガンダムの能力値が高すぎて、もういきなり最初からガンダムのとこにジオングとシャアぶつけへんかったらみたいな、キシリアみたいな状態やな。ほんで、ガンダムが、やれ、ガンダムの前に、攻撃する前に、先に、ジオングとシャアで勝負して、もうそれであかんかったら諦めるしかないみたいな。リックドームとか、リックドームとかゲルググがね、10体ぐらいやな、10個ぐらい攻撃しても、ガンダムにかすりもせえへんみたいな。これね。アワグ。で、これがソロモン攻略戦。ニュータイプって書いてるでしょ。どんどん難しくなっていくねん。イデオン。これがスターウォーズ最初のやつな。デススターのとこに行くやつやねん。この辺に砲塔みたいなの散らしてね。んで、要はここのところにまで行って、生き残った後、プロトン魚雷やったかな。プロトン魚雷でサイコロ振んねんけど、ここまで生き残ってもプロトン魚雷でサイコロ振って、数字が出えへんかったら、はい、当たりませんでした、みたいな感じで、おー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 みたいな、これね、スターウォーズ。分かれへん人もいいけどな、別に。当時はね、こういうゲームがね、意外とちょっと流行ったことがあんねん。だから、これはまあ、スターウォーズのやつだけどね、京橋、JR の環状線京橋に、京橋のところに、おもちゃ屋さんっていうかプラモデルも置いてんねんけど、そこ行ったらね、こういうウォーゲームが置いてあんねん。4000円ぐらいすんねんけど、うん。
意外とね、何、一日、なんて言ったら、日曜日が休みやったら、朝からとかね、で、興味のある人同士でやったら、片一方が教えて、もう片一方がまあ聞きながらやって、みたいなことをやんねんけど、意外とこう面白いねん。で、この佃ホビーっていうのはどっちかといえばちょっと色物っぽい、色物っぽいやつが多かったんけど、この後やったら、ダンバイン、で、エルガイム、ゼータガンダムは記憶にないなぁ。あったんが、あとね、オーガス。オーガスはあったわ。で、マクロスの劇場版っぽいゲームもあったわ。あの、ボードがほぼ全部マクロスやねん。ほんで、そのエリア別に、ゼントラーリーが攻めてくんねんけど、その、守ってる方と、やんねん、そのエリアで。で、そのね、確かあんねんけど、マクロスのやつはね、マクロスを守るようなゲームのやつは、二つ入ってんねん。一個がそれで簡単なサイコロ振ってやるだけのゲームやねんけど、もう一個はね、なんか、マクロスにいてる、早瀬美沙とか、林民明とか、スタッフの人たちをなんか、デートに誘うとかっていうゲームやねん。全く興味ないことがあったような気がすんねんけどな。今でもね、こういう、なんやろ、シミュレーションゲームって言ったら、今もう売ってるとこあんのかな？いや、あるのはあると思うねんで、カードゲームとかの店行ったらあるはずやねんけど、当時やったらね、例えば、アバロンヒルとかね、懐かしい。アバロンヒルとかのやつとかが結構あった。で、ホビージャパンが日本語の説明書を入れてくれたりするから、なかなかわかりやすいね。で、ホビージャパンも出とったな。で、あとは最後の方になってきたら、トミーとかが、こういうんじゃないねんけど、あれ、サイコロじゃなくってね、ボタンを押したら、ルーレットが回るやつとかね、出たことがあんねんて。結構意外と最後まで、ヘビーに。だから、当時やったら、家でやで、夜になったら暇になったら、これバーンって並べて、やんねん、遊んでねんって、一人で遊んでるみたいな。これ、ジャブロ。一作目やで、これ。これ僕の手持ちやねん、これ。手持ちのやつもできてん。で、たまたまやねんけど、同じとこに置いてあったんが、これと、スターウォーズのエンドアやねん。エンドアはね、あれや、スピーダーバイクとかがあって、結局、まあまあ、デススターのバリアを破壊しなあかんねんけどな。ユニットって困ん、ユニットがあんのが、R2D2、C3PO、で、ハンソロ、レイヤ姫、で、あと、チューバッカやな、チューイ。で、他は、例えば、ストームトルーパーとかがおって、スピーダーバイク乗ったら速いわけやん、移動が、とか。で、こんな、機能マークみたいなのがあって、そこが隠れたら見える見えへんとかっていうのをね、見えへんかったら、ユニットひっくり返すんやんか。何があるか分からへんって言って。で、分からへん中には、ダミーの真っ白のやつも入ってんねん。で、見えるようになったからって言って、それをピャッとめくったら、白やから、何もなかったみたいなね。昭和すごい中身が昭和みたいな。もう本当にね、面白いゲームたくさんあったんやで。例えば、第二次世界大戦やったら、スターリングラードとか、クルスクやな、今ちょっとウクライナ行ってるけど、とか、戦車と戦車やってるやつとか、あと、マーケットガーデンとか、懐かしいな。あったなって言って、とか、あと、僕がね、好きやったのは、ホビージャパンのやつ、だから家にあんねん。ホビージャパンで、ブルーマックスっていうのかな。映画になってんけど、第一次世界大戦の、戦闘機で戦うやつやねんけどな。ブルーマックスってやつがすっごい好きやってん。
飛行機のやつやねんけど、高さがやっぱあんねんな、この高さの要素が入ってくるんだけど、みたいな。どうですか、今更もうガンダムはいいけどな。でやっぱりファミコンとかな、ファミコンとかが出始めたぐらいからどんどんこういうのがしょぼくなっていくね。なんでって言ったら、あの電源入れてあかんかったらリセットボタンが押せるっていうのが、あのやっぱりゲームに一生懸命ゲームしようっていう気持ちを悩させたんが、あのリセットボタンや、任天堂のですか、はい。